バーガーキング。私ね、今年厄年なんですよ。なんですが、まあね、今年はまあこんな状況であって、毎年ね1月3日に高尾山の方に毎年行ってるんですけど、今年はちょっと行けそうにないので、厄男がね厄を落とせないと、これはまずいということで、いろいろこう調べてみたらですね、なんとバーガーキングさんで厄除けバーガーっていうのがね出てるってことを聞いたので、まあ、せめてねこう口からでも、せめてこうなんだろう、もう口からでも、はい、厄をね落としてやろうか、厄をこうパッパッと払ってやろうじゃねえかということで、厄除けバーガーをちょっと食べて、今年をね2021年を頑張っていこうかなというふうに思います。これですね、厄除けワッパーっていうんですけど、まあスパイシー、もう見るからにねこうスパイシーな感じ。ただね、私もうスパイシー得意なわけですよ。まあ中学生の時にね、もう夏休みとかの1ヶ月間とかもずっとね毎日もう辛ラーメンを食べるぐらい、食べれるぐらい私はまあ辛いのが得意なわけですよ。もう大好きなわけなんですよ。だからこんなねスパイシーらしいバババって言ってるんですけど、まあ全然私にしてみたらね大したことないんだろうなということでね、まあ早速ね、まあ、どんな感じかってことをね食べていこうかなというふうに思います。まずねサイズ感にびっくりですね。開けてびっくり、大きさ、これわかるかな、普通のハンバーガーの、あ、こうやって見るとわかんないかもしれないですけど、もう手の、結構私ね手そこそこ、まあ、大きいのかなって思ってるんですけど、もう手の大きさとあんまり変わんない、ね、普通のハンバーガーの二回りぐらいね、マクドナルドのハンバーガーの二回りぐらい大きいの想像しちゃってもらっていいんじゃないかなっていうふうに思います。で、中はこんな感じでね、フレッシュな野菜とトマト、玉ねぎ、あとニンニク、あとなんかこの辛そうなね、赤いデッドソースみたいなものが、こうかかってる。もう匂いはね、あーいいですね。で、早速このスパイシーバーガーをねかぶりつきたいなというふうに思います。もうなんかね、この野菜のフレッシュさとね、ちょっと辛いのがね、ちょっとバチってしまう部分あるんじゃないかっていうふうにね、思ったんですけど、そんなことなくて、いい感じにこう合体して、ああ、役がこう、払われてるね。役が払われている感じがしますね。うん、うわ、全然、でも、なんか甘辛いっていう言葉があると思うんですけど、まあ、これも甘辛いっていうふうに歌われてるんですよね。まあ、全然甘いですね、本当に。あとね、チャンネル登録の方が100人ぐらい、いったのでね、まだね変動しちゃって、ちょっともしかしたら100人切っちゃうってこともあるかもしれないですけど、どうかね皆さんの力をお借りしたいなというふうに、皆さんのポチッとね、チャンネルに飛んでチャンネル登録ポチッと2回どうか、こうスマートフォンやねパソコンをねこうクリックしていただけるとありがたいなというふうに思っております。役男にどうか1票、入れていただけるとありがたいなというふうに思っております。それではね、また次の動画でお会いしましょう。ショーズライフ。